海と日本プロジェクト。海洋ごみ削減のプロジェクトを数々実行している日本財団と、循環型社会の実現を目指すセブンイレブンジャパンが東京都東大和市でペットボトル回収の仕組みを開始すると発表しました。まあ、ペットボトルが海洋に流れ出ると大体400年近く海流するというふうに言われてますけれども、こういったことを正しく認識をして、そして、一人一人が自分ごととしてそれを理解する、その上で、それぞれ行動に移す、そして活動する、こういうことが、絶対的に必要なのではないかというふうに、考えて、おります。どうぞ。具体的には東大和市内のセブンイレブン全15店舗にペットボトル自動回収機を設置、集められたペットボトルを専門業者を通じて再びペットボトルにリサイクルします。また回収機の費用の半額は日本財団が拠出します。利用者はまず回収機に7個カードをタッチさせます。続いてキャップとラベルを外し、洗浄したペットボトルを投入すると5本につき電子マネー7個1ポイントを得ることができます。投入されたペットボトルは自動で選別され、3分の1に圧縮されて回収されます。市民の方々が一緒になってリサイクル活動ができるということに非常に意義を感じております。こういった活動ができることが作る責任ですね、そういったところも含めて取り組んでいかなければいけないと思っております。東大和市では2018年度のペットボトルの行政回収量はおよそ160トン、これを3年程度で半分の80トンまで減らす目標を立てています。一方、愛知県では毎年5月30日を基準日として県内でゴミの散乱防止を呼びかける啓発活動や清掃活動などが恒例となっています。今年度からは日本財団のチェンジフォーザブルーの活動も共同事業に加わり、5月30日のゴミゼロの日には海ゴミゼロウィークを実施。県庁職員161人が参加して庁舎周辺の一斉清掃を行いました。海ゴミの多くは町で発生したゴミが川を通じて海に流れ出たものと考えられています。愛知県はゴミ散乱防止活動に加え海ゴミゼロウィークに参加するなど県全体で取り組みを展開してまいります。日本財団はこれ以上海にゴミを出さないという強い意志を持って海の未来を変える挑戦を続けていきます。海と日本。